ここはプンタアレーナスの町で、パタゴニアの玄関口になります。これはマゼランの銅像で、マゼラン海峡を向いて立っています。これはパイネ国立公園の標識です。この老夫婦はカナダ人で、途中からバスで一緒にパイネに入りました。ここはグレイ湖で、奥の方に氷山が漂っています。グレイ湖に流れ落ちるグレイ氷河です。津波のようになって見えます。グレイ氷河の先端部分です。氷河の先端部分がブルーアイスとなって、とても綺麗でした。氷河の末端が崩れ落ち、やがて氷山となってグレイ湖に漂います。遠くに見えるのはフラミンゴです。とても綺麗です。これはラクダ科の動物で、グアナゴです。現在は数が減り、保護動物となっています。湖の奥に見える中央部の山、三つの塔、トーレデルパイネです。この山は大パイネで、チリパタゴニアで一番高い山です。ヘオイコから見た大パイネと、奥に見えるのはパイネクエルノです。これは大パイネの末端の氷河の部分です。この山はパイネクエルノで、クエルノとは角という意味です。パイネクエルノの山で、中央部の灰色の部分がツルツルと光って見えました。